用意スタート。ほんま美味しいわ。カット。いい笑顔だね。オッケーオッケー。監督、秋山さんがダメだった。ほんま美味しいわ。そう言ってなかったかな。ほんま美味しいわ。このアプリにも今の42点って出てます。何これ。今のアクセントだと42点、つまり京言葉としては42点で、京都人としては17点。何その京都人としてはってのは。京都の人って本音を言わないじゃないですか。例えばゆっくりしはったらと言った場合、その本音は早くしろとか思ってる。本音の場合は点数が低く、本音じゃない場合は点数が高い。うん、じゃあ分かった。もう一回行こう。よーいスタート。ほんま美味しいわ。カット。ほんま美味しいわ。よーい、はい。ほんま美味しいわ。カット。ほんま美味しいわ。よーい、スタート。ほんま美味しいわ。はーい、カット。ほんま美味しいわ。カット。よかったよ。監督。いや、オッケー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 。まあ、好きにしはったらよろしい違います。はい、じゃあオッケーオッケーオッケー。はい、みんなね、次のカット準備して。はい、オッケー。わあ、本音はダメだっていうことね。忙しい。